はい、5月の11日になりました。はい、5月の10日の孵化予定日に生まれなかった卵を早速見ていこうと思います。では早速、はい、昨日発生したのは、1羽、ここの子ですね。で、この子は、さっき、小屋に持っていく動画が流れたと思うんですけど、昨日、この2つがね、橋打ちが始まっていたので、もしかしたら今日出てるかもしれないですね。早速開けます。じゃじゃん。お！ちゃんと出てる。おはよう。ほんとおはよう。あ、かわいいね。おはよう。あれ、この子昨日出てなかった子だな。橋打ちが始まってたのはここの子と、ここの子だよね。ここの子まだ頑張ってる感じ。ああ、なるほど。今、足が出てますね。で、こちらの子は、はい。あ、なるほど。今、こんな感じです。はい、後ほどちょっと助けてあげましょうかね。もうちょっと頑張れるかな。はい、ということで、まずは、出てきているこの子たちを解除していきたいと思います。はい、それでは早速、やっていこう。じゃあまずは昨日鉢打ちが始まっていた子から出していきます。はい、この子ですね。かわいい。身体測定いきます。体重測定です。はい。601g ということで。はい。601g でした。はい、続きまして、おへその消毒をします。このようにイソジンをね、つけた脱脂綿やコットンでお腹をね、ちょいちょいとね、この子はだいぶ乾燥しているので大丈夫かと思います。足バンドつけます。そうね、僕もかがんでやってる方がうまく映るかもね。ごめんね、ひっくり返すよ。ああ、やだね、ちょっと待って。はい、やだやだ。怖いね、待ってね。はい。野生下でひっくり返されるようなことは一生ないでしょうね。すぐ起き上がれないと、他の動物に食べられちゃいますね。はい、ありがとう。はい、この子は13番です。今シーズンの13羽目。生まれてきてくれてありがとう。はい、ということで、雌雄鑑別いきます。雌雄鑑別って難しいんだよね。ちょっとごめんね。うん、メスだ、多分。はい、この子はメス。はい、帰ります。次の子いきます。はい、この子ですね。いきます。まずは身体測定。ごめんね。ちょっと怖いよ。はい。はい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 。756g。はい、756g。オスかメスかはまだわかりません。はい。へその緒をちょいちょいします。ごめんね。ごめんよ。ごめんよ。へその緒がまだちょっとついてるね。でもちょっと無理に取ると、大出血をね、しかねないので、このままにしときます。毎度おなじみ、足バンドつけます。この子はちょっと泣く子だね。泣く子は元気な証拠とも言えるが、周りの子を不安にしかねないので、やめていただきたい。ねえ、今だけちょっと怖いだけだもんね。待って待って、待って、慌てないで。待って。で、はい、できた、できた。はい、できたよ。ダチョウに詳しくなれる。ダチョウと記念撮影、卵を取る体験も、ダチョウに餌やりだってできちゃう。めっちゃ楽しい。牧場で待ってるよ。ミスタとオーストリッチファームで検索。はい、この子は14番です。オスかな？ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。この子はオスかもしれません。ともちゃんも、こにたんも、雌雄鑑別があまり自信がないので、なんとも言えませんが、はい、14番ちゃんでした。はーい、かわいいね。はい、続きまして、そうだね、昨日の段階で橋打ちが行われていたのに一向に出てこないこの子がいるんで、ちょっと助けます。さて、よし。こうもすればね、自分で出てこれると思うので、もうちょっとこのまま入れておきます。ちょっと今出てきたので、このまま身体測定します。おはよう。完全におはようだね。くちばしになんかついてるよ。離してね。ごめんね。ちょっとじっとしててね。危ないよ。はい、この子。明るいね、眩しいね。もうちょっと待って。おとと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 と。はい、早速、イソジンで消毒します。昨日のうちに橋打ちしてたので、おへその乾燥は十分ですね。止まって、動かないで。ちょっと、ダメ。元気だなぁ。はい、802g ですね。はい。はい、ちょっと、あれですね。この子は暴れん坊かもしれません。生まれたばかりで驚いてるだけかもしれないけどね。15番です。はい、雌雄破滅。多分メス。はい、ということで、5月の11日、発生予定日から1日過ぎた卵の状況はこんな感じです。ここはひな舎に移動しました。1話、2話、3話、身体測定終わりまして、4話目が孵化しそう。この子はちょっとわからない。そういった状況です。はい。それでは、改めまして、5月10日の発生予定の卵の孵化でした。バイバイ。